お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらゴルナイディガロケ削りやっていきたいと思います。まあこちらはね、テンプレデッキで、まあダクブリとかバルキリーとかで普通にね、よく使われてたデッキの、まあゴルナイになっただけっていう、まあ1枚買っただけですね。で、ゴルナイなんですけど、まあ評価はね、めっちゃ悪いわけではない、なんならちょいいいぐらいなんですよ。なんか、圧着衣がね、もうほんと強すぎて、圧着衣強すぎてさ、あんま注目されてないんですけど、圧着衣強すぎ、スケキン弱すぎ、ゴルナイ、まあ、ちょっと優秀みたいな感じで、そこそこになんかね、評価は高いので、まあ、使い方次第なのかなっていう。で、まあ、このカードはね、タフですね。そう、すげえ硬いから、で、突進系全部無効にできるんですよ。まあ、プリンスとか、メガナイトのジャンプとか、まあ、あれも全部受けれちゃうんで、スキルをね、使えば。まあそういった意味では、まあとりあえず絶対陸受けができるっていうね。まあその、安心感と言いますか。まあそういうところがね、ちょっと頼もしいのかな。顔もちょっといい感じだしね。まあその中でね、ちょっとやっていきたいと思います。さあ、やっていきます。で、ほんと黄色おじさんはなんかもう防衛カードみたいなもんっすね。なんか陸受けでめっちゃ優秀なんですよね。そう、突進系全部受けれちゃうので、メガナイトとかプリンスとかのね。そう、だからもう本当にディガーとロケットで削って、あとはまあテスラをね、しっかりこう延命してあげるような感じで、もうゴリゴリにね、出してあげていきたいよね。おじちゃん。おじちゃん待ってこないな。さあ、相手はエレキ、マジアチャということは、ペッカタン。さあ、テスラ最強。おじさんはね、なんかまあめっちゃダメージ与えてくれるってよりかは、本当にもう、ただの万人っすね。HP2000 って高いな。ね。さあ、おじちゃんどうしようかな、俺。まあ、ハイスピぐらいでいいか。ハイスピ飛ばしてあげて、あ、おじちゃんいきます。まあ、ディガーでもいいんだけど。さあ、おじちゃん召喚してあげて、まあ、あとは、ユーノとか、いろんなね、敵とぶつかるときにスキルを使ってあげたいよね。まあ、どうしようかな。ディガー削りのときに、こう、突進使う必要あるのかって話なんですよ。一応使っていきますね。さあ、使うと、これね、ペッカに走って、タワーに走って、さあ、すごい地味ですね。まあ、小物系に強いね。そう、あのスケルトン部隊とか盾の戦士、ギャングやりごぶとか、まあアーチャーとかね、まあ、相手が小物だった時にめっちゃ活躍するのねっていうカードなので、まあ小物じゃなかった時はしょうがないね。え、待って、これ相手のさ、めっちゃいい小島が来ちゃったんだけど、ディーン。さあ、ディカーはね、万能ですね。どのぐらい攻めでも使えるし、困ったら防衛で使っておけばいいんだよね。で、これもスケで、テスラが残ってるうちに、ちょっとちょっかい出してもらってね。あ、待って、これ突進入るな。まあ、突進入っても、僕も1-0プランなので、これ2個のタワーね、200ぐらい残して勝ちます。さあ、そんなわけで、まあ、ゴールドナイトの突進、今回ね、活躍するかって言われると、まあ、そうでもないけど、まあ、ペッカ、ユーノ、ゴースト、マジアチャとか、すごいね、形組まれた時には、まあ、活躍してくれるんじゃないぐらいの感覚でね。さあ、あとは、始まえマシアチャとかね、ちょっと警戒しながら。あー、これ、裏ディに行って、この、おじさん走んねえかな、もっと走んねえかな。まあ、俺がスキル押してねえから走らないんですけど、ちょっとダメージ稼ぎたいなっていう時とかに、こうやってね、あー、緊急としちゃったんですけど、いや、でもこれで、いや、結構、いや、めっちゃ殴るやん。ちょっと待って。びっくりすぎるし、あの、マジアチャをさ、そこまでやるとは思わないやん、俺だって。ね。いや、そう考えると、今のを見るとめっちゃ強いってなるよね。さあ、いや、でかい。ね、あの突進とだって、ほんと、圧着衣とかでね、圧着衣じゃねえや、ウッドか？ウッドでね、全部処理できるってなったら。さあ、突進してあげて、いくよ。んでーんでーん。あれ？なんか、仕掛けたな。いや、でもいい。なんか、なんだろうな。あんまでも思った通りに扱えないっすよね、この子。ああ、いや、いいよ。これはいい。これはいい。さあ、で、走ってもらって、ダメージをね、稼いで、みたいなね。で、ロケットのダメージが11とかね、覚えてないよね。さあ、ウッドとかで、まあ、なんかいけるのか分かんないんですけど、絶妙なラインですね。これ、マジアチにも当たるとね、熱いよね。これ、タワーにも当てればもっと良かったんだね、俺って思いながら。さあ、これ、突進生かしていきましょう。さあ、突進ね。さあ、スキルで、あ、エレキの、なんかエレキ邪魔するんだって、エレキのなんかリセットの精度って全然走んなかったんだけど。さあ、ちょっと待って。やばい。おじちゃんやばい。一瞬だけボディガー刺してちょうだい。で、まあ、もしかしてね、マジアチが回ってるっていう奇跡もあるんでね、テスラ置いて。あと、ウッドロゲウッドっとっすね。ふんふんふん。さあ、これはもう美味しいんじゃない？さあ、あともうウッド回して、まあ、回転早いんでね。オーケー、そんなわけで。まあ、意外と、なんか、おじちゃんのダメージがね、
まあ、狙って入れるのは意外とむずい。突進ダメ狙うのはむずいし、まあ、キングドムされちゃうんですけど、まあ、キングドムそんな警戒しなくてもいいかな。ロケットウッドで削れるんでね。まあ、でもなんか、むやみに使うともったいないかもねっていう。そう、ダメージ絶対稼げるときとか、意外となんか火力がね、地味高でしたよね。あと、殴る速度がめっちゃ良かったんで、あんな感じなんか、後ろのマジアチャとか、エレキとか、遠距離系ちょっとダメージ与えたいなって時にはすごい優秀ですしね。このなんか、ゴルナイプラスのデリバリーのなんか組み合わせもいいね。後ろに確実にさ、ちょっとダメージ与えて、ね、残り削りきれないのをデリバリーでね、全部さよならするみたいな。ゴルナイプラスの、このデリのなんか組み合わせがめっちゃ気がすんな。そう。あ、ネクロとかにもね、バカ刺さりそう。いや、圧着に出てくんかい。ロッキー打たなきゃよかったやん。圧着衣ネクロですね。まあ圧着衣でもデリとかに意外と弱いんでね、デリ好きぐらいでボコボコにしてあげて。あー、ちょっと待って、話が変わんな。いろいろ話が変わんな。あ、でもいや強テスラが強かったですね。さあ、これはね、今ディガープラススケぐらいで攻めてあげます。結構相手コースト使ったと思うんですよね。さあ、プレッシャーがね、いや、いいですね。で、ゴルナイはネクロに組み合わせら、ネクロに当てられるとマジでネクロのスケも全破壊するし、ネクロ本体にもダメージ与えるし、なんならタワーにもダメージ与えてくれそうで、運良ければネクロをね、処理してくれそうですよね。こうなんか、スケ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 ネクロ本体タワーに行ったと思いきや、その後ネクロを攻撃するんですよ。だからそこがね、ちょっとまた、難しいところなんですけど、ターゲットの取り具合がね、そう、どれくらいなんかこう、狙ってできるのかなっていうのがちょっとまだ、僕はまだいまいち把握できてないんですけど、なんか結局最終的にタワー殴らずユニットを殴ることがね、結構あるんですよ。ユニット、タワー、ユニットに戻ってくることがあるんで、いや、相手なんかユニット出なくなっちゃったな。寝ちゃった？さあ、おやすみ。おやすみ、山ちゃんって感じでね。さあ、寝たっぽいっすね。いやー、別に、嬉しくないですからね。この今動画撮ってる時に寝られても。ね。さあ、しかもこのデッキ世界一削れないんですよ。この、見て、おじちゃん。何もしないかな。いや、でも、いや、頑張ってる。頑張ってはいる。さあ、おじちゃんのね、スキル、発動します。突進からの殴りですね。いや、でもなんか、一発160でさ、殴る速度そこそこに速いってなると、なんか、普通に強いね。多分、アチャクイがぶっ壊れてなかったら、多分ね、ゴルナイちょっと強くねって騒がれてると思うんですよ。圧着衣のね、おかげでなんか、こう、隠れてると言いますか。今後なんかもうちょっと注目されそうですね。さあ、よろしくね。まあ、陸デッキ引けば、すごい活躍しそうだね。あと、まあ、小物ね。小物系引いたい、小物。さあ、プリン。まあ、プリンってことはもう確定ですね。コカちゃんですね。さあ、バレルはね、スケファイスピで、トゥトゥンって、あ、待って、ファイスピの位置がずれちゃった。ごめんなさい。さあ、吹き矢ゴブリン。あれ？バレバレかな？吹き矢ゴブリンって珍しいですよね。さあ、ゴールデンおじちゃん。お、スケベ来たら熱い。スケベ来たら突進して。まあ、突進しても全部処理できるわけじゃないんですけどね。さあ、これ、ドゥンディ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 ン。うわ、いいね。しかもこのね、歩いていく感じよ。いや、しかも結構殴んの。で、ロケ打ちます。雪玉でしたね。ロケ打って、ハシプリにはウッドで、俺のね、若さのデリバリーです。あの、デリバリーはね、若い人しか使えないので、ちょっと失礼なんですけど、本当にね、反射速度がね、間に合わないっすよね。僕もでもね、最近間に合わないんですよね。マジで間に合わないの。さあ、どうだ？間に合うか？間に合いません！そうなんですよ。間に合わないんですよね。もうジジイなの。いや、これね、あの、普通に間に合う。早い人は間に合うんだけど、早い人は間に合うんだけどね。俺もね、3、4年ぐらい前だったら間に合ったと思う。3、4年前出てねえかな。そう、デリバリー出た当初は間に合ってたんですよ、僕だってね。だんだん間に合うときも2回に1回ぐらい間に合うんだけどね。100% ぐらいで間に合わないと、ね、よくはないよね。あ、だからさ、ゴル内でバレル完封できるんですよ、そういえば。あの、出してたら、先に出してる状態で、スキルを使うだけの状態だったらね。さあ、これ走らせてタワーにダメージいくと。いや、これいいね。もうギャングメタだよね。だってこれ、バレルきます。多分。いや、わかんない。テレタグ何もできてないんですけど。いやー、逆サイ来ないねーって感じ。ね。さあ、これ、ウッドからの、ゴールナイジジー登場。いきまーす。
いや、これギャングメタすぎるな。ね、マジで小物系に対してはバカ強いの。さあ、これちょっとあと間のプリンね、ロケット撃っちゃいてえな。あれ？ロケット撃っちゃうコストねえな、これ。ロケット撃っちゃいてえな、とか言って逆サイディが飛ばしちゃったんですけど、これあの、ハイスピで削ってきます。ちょっと削りたいんで。あとは、プリン嫌なんで、でさ、ゴルナイおじさん。いや、そっちか。いや、マジで。あの、両サイすげえ振るのうまいっすね、この方。一生振られてる。でもこれね、マジで陸系優秀ゴリラくん、ゴルナイ。あー、いいね。さあ、アイランもロケ消せるみたいなのとかあるんでね。あとテスラ、まあこれはデリディか。さあ、デリで落としてからの、よいしょ。さあ、ちょっといろいろ大変なんですけど頑張って。いや、めっちゃいい。え、ハイスピで2体飛んだよね。2体飛んで、まさかの右角ディガーね。いや、天才的なハイスピやったっすね。さあ、今回に関してはゴルナイが異常に活躍しましたね。そう、ゴルナイ1000ぐらいは削ってくれましたし、マジ小物に対してだけは本当に強いね、この子。さあ、ゴルナイね、活躍するとなんか楽しいな。でもなんか楽しいっすね。なんか、アチャクイってマジでなんか、楽しいんだけど、もう強すぎて、なんかもう入って当たり前みたいなのがあるんですけど、ゴルナイってなんか使い方次第だね。なんかうわー、なんか、うわ、いいなーみたいな。なんでなの、表現むずいんですけど、程よいキャラだからこそのね、なんかあるっすよね。さあ、ラームライダー来たっすね。まあ、メガラムとか、今ね、まあ多分いろんなところで毎回言ってるんですけど、流行りすぎてるんでね、バカみたいに言います。で、ラムにはトルネードが入ってないので、もうトルネードを警戒しない位置ですね。さあ、あと、ゴースツーのタルのメガナイトラムライトニングですね、これ。テンプレですね。対空アチャクイだけですね。あの、アチャクイロケ打ちてな、これ、ケツアチャクイ出てきてくんねえかな。さあ、来ました。ケツメガです。で、相手ライトニング持ってるんで、まあこれテスラ置くんですけど、まあ、ライトとかね、得られちゃう可能性があります。気をつけて。で、U の追加とか多分来るんで、あと突進ね、これ、いきます。走らせて、走らせると、マジで、タイミングがちょっと悪かったのかな。あと待って、俺の思ってる敵とちょっと違うの、相手。インドラがいる。さあ、空中ね、空飛んでる間に処されるメガナイト。これ、ラム入らないな、俺のメガ。いいはず。オッケー。さあ、ナイス。で、この間に削っていきたいね。普通のメガラムか？でも、LSP だもんね。まあ、なんかインドが欲しかったんでしょうね。空が欲しい。で、ディガーとファイスピで削っていくと、マジゴルナイ今回に関しては防衛用ですね。いやー、ファイスピ入って欲しかったな。そういうので削る。で、これ、ロケットの撃つ場所なんだけどな。メガナイトに撃ちます、正直。さあ、どうしようかな。いや、これマジでやばいね。ゴルナイケツから行って、メガナイになんかボコされるみたいなね。あ、これは美味しいなぁ。ピューン！いや、マジで。世界一気持ちいい。さすがにこれ気持ちいいね。さあ、後ろの辺にディグやって、これ走ったらね、多分一瞬リセット消えるんですよ。これ、めっちゃある、めっちゃある。相手気づいてない。いや、ゴールデンちょっといいぞ。なんか楽しいな、やってて。あ、しかも相手ライトじゃなかったんだ。あっちピチョ。あ、入っちゃった。入っちゃったんですけど。サービスね。いや、マジ、ゴルナイなんか、やってておもれえな。さあ、ディガーで削り、ファイスピに対応しないとね、これ入るっすよ。いやー、入ったらロケ圏内ですね。でも、あとはもうテスラとスケとか、ゴルナイでね。いや、なんか、俺の思ってる100倍ぐらい活躍してくれてんね。あ、待って、ロケットお前やったそれ。当たるよな。いや、待って、逃げないで。逃げないよね、ナイス。さあ、で、あとはもう本当になんかね、適当にポイポイしとけば。ポイポイしてくれ、なんとかなるでしょ。さあ、行ってこい。走りたいでしょ、君。走りたいでしょ。走るね。走るねって感じ。まあ、なんか、そんな感じでね。意外となんか、ゴルナイね。頑張ってるね。なんか、使い方次第でなんか、化けそうだな。なんか、強く感じてきちゃった。めちゃくちゃ強くねっていう。ね。俺だけかな、俺。なんか、今んとこね、ゴルナイ異常に強く感じちゃうんだけどな。なんかまあ相手にもよるのかもしれないですけどね。まあでも、腐らないカードではありそう。さあ、まあ言うのに対してゴールない。まあ突進もね、多分突進スキルを使えば無効化できるんですよ。まあ暇なんでね。いや、無効化全然できんな。俺も突進しただけっていう。さあ、大砲。なんかタイミングがむずいのかな。スキルをあらかじめ使っておけばいいのか。さあ、これデリで落としたいなぁ。で、大砲ガゴ。ああ。
ゴレッチャンね。なんかスキルを使うタイミングは多分あんま関係ないから、もうちょっと早めのタイミングでスキル使っとけば勝手に突進していってくれるんで、意外と早めに使った方がいいのかな。どうなんだろう。ちょっとゴルナイ、アチャクイに止まってたりさ、ちょっと大会があったのもあるんですけど、全然こう使ってなかったんで、あんまりなんかね、いや、ま、ゴレクロあれっすよ、バグ終わったよ。バグ終わったゴレクロは弱いからね。みんな覚えておいて。この人あれだな、絶対。バグで勝ち上がっていった民だな。さあ。バグ終わってな。まだ使ってるクローンはね、まあ、ただのクローン好きですね。さあ、あとは、ゴレラにね、意外とこのゴレの後衛の処理にも優秀で、まあ、そのままデリバリーとまた相性がいいんですけど、ね、ゴレ、ランバー、ダクネってこう突進していってくれるんで、まあ、全部にね、なんか微妙な、そこそこなダメージを与えつつ、まあ、デリバリーウッドで処理できるんで、なんか意外とこのゴレにね、優秀なんですよね、これ。まあ、ゴレの後衛次第なんですけど、後ろがベビーメーカーとかだとまだ話が変わるんですけど、まあ、ダークネのゴレにはね、なんか、ダメージ与えてくれるんで、まあ、あとデリウッドできるじゃん、みたいなね。さ、正直ロケ打ちたいけど、これだってタワーにもダメージ与えれる？いやー、待って、頭突きしただけやんけ。やばい。さ、これちょっとロケ打ちます。さすがにロケ打たなきゃやばい気がした。で、外してもっとやばい気がしてる、今俺。さ、でもみたいなとこある。さ、ゴルナイおじさん登場してもらって、ゴルナイおじさん、いや、来た。はい、来た、フィジカル。やっぱ男はフィジカルですからね。で、まあダメージちょっとやばいんですけど、まあ僕のゴルナイの突進がね、だから意外となんか距離感慣れなきゃね、みたいなのがあるんですね。さあ、大砲タワー、大砲と戻っていくんだね。さあ、ここで回して、いやでも、待って、ミリ残りでやっぱめっちゃ削るんだよね。そう。思ってるより削る。で、なんだこれロケ2周でよかったな。ロケ2周でよかったんだけど、なんかどうせならゴルナイのね、突進もみんな見たいよねっていう話だよね。さあ、いや強いな、あれなんか突進で300今削ったもんね。あと殴る速度も思ったより速いので、ミリ残りであんだけ殴るって考えると、こいつ強いわみんな。ああ、強い。はい、というわけで今日はね、ゴルナイおじさんの、まあ、ロケディガ削り使ったんですけど、なんか思ったより強いなって思いましたね、正直。あとはデリバリーウッドとの組み合わせも良くて、全体的にやっぱね、ダメージ削って、ミリ残りするユニットがやっぱ多いので、まあそういうところでね、デリでまとめて処理できるので、まあ意外とね、デリゴルナイもね、いいのかなと思いました。まあそんなわけでね、アチャクイとかはまあ確定でも下方ね、来るんでね、はい、ゴルナイとかの今の間に触っとくのもいいのかなと思いました。まあそんなわけで皆さんもぜひゴルナイね、使ってみてください。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。